バロックワークスに先導されて戦いがどんどん広がってる。だけど止めるわ。まずはバロックワークスを倒しましょう。サム、サム、お姫様たちが来たみたい。諦めの悪い奴らだ。あの大砲を奪えりゃ俺が敵を一網打尽にしてやるのによ。数が多いな。こいつは苦労しそうだ。この野郎、見つけた。麦わらの一味、包囲を開始してください。敵はまだまだいる。早く片付けるぞ。サム、サム、サム、トール、助かったぜ。サム、トール、ソンソン、これ以上の暴挙は許しません。サム、サム、トール、今まではうまく逃げられてきましたが、ここで必ず捕らえます。チッ、今はパルフィ女に構ってる場合じゃねえって。ソンソン、サム、トール、サム、トール、サム、トール、ソンソン、トール、シッシッ、ソンソン、三刀流奥義、サン、このままじゃまた逃げられる。サン、こんな状況じゃなければ喜んで虜になるのに。もうここに用はないはず。ミスターゼロ、行きましょう。そうだな。クソどもを見下すのも飽きてきたところだ。サム、トール、シス、ソンソン、ルフィさんたちは戦いを止めようとしているの。お願いだから協力して。この戦いの元凶はバロックワークスと社長のクロコダイルなのよ。そんな、だとしたら今全体目標をバロックワークスに変更して。社長ね、始末させてもらうぞ。みんな死になさい。やっかいそうな奴が来たじゃねえか。俺が相手する。仕方ねえ、もう片方は俺が引き受けた。サム、トール、これで戦いの勢いが少しでも弱まれば。三刀流王子、三天
こんなヘナチョココックに苦戦なんて冗談じゃないわよ。こんなふざけた野郎にここまで手こずるとは。タチキュー、ドラー、チンソー、ドラー、チェリー、ドラー、お前で、あらめしてる。切れたぜ。まだ息があんのか。あんたの勝ちよ。殺しなさい。どうせアチシは組織に消される運命。何をグズグズしてんのよ。さっさととどめよ。いい勝負だった。もうそれ以上言葉はいらねえはずだぜ。ライバルとの友情の証。アチシ、アチシ泣かない。じゃあな。あ、とどめは刺すのかよ。どきなさいよ。誰、あんた誰。俺の名はサンジ、海の一流コックだ。この国に手を出すな。私の体を持ち上げる。俺はスパスパの身を食った全身刃物に打撃斬撃は効かん。なるほど、俺がお前に勝った。俺は鉄でも切れる男になってるわけだ。諦めろ。俺は今まで剣士と名乗る者に傷一つつけられたことはない。お前の過去は知らない。そういう思い出話はアルバムにでもしまっときな。よすらかに死ね。あとは俺に本当に鉄を切るほどの実力があるかどうかだ。刀一本で俺の技を受け切れるとは思えねえが。いいんだ、もう受けねえ。覚悟ありか。上等。一刀に居合い、シシソンソン。アトミックスパート。礼を言う。俺はまだまだ強くなれる。
抵抗しても無駄だ。どうせこの広場は4時半に吹き飛んじまう。お前らみてえのもまとめて吹き飛ばすためにある場所からここを砲撃する予定なんだよ。あの男ならやってもおかしくない。砲撃手を探して砲撃を止めなきゃ。砲撃するなら高い位置からのはずだ。高い建物の近くに怪しい奴がいねえか探すぞ。サウトウルハブソンソンサウトウルハブソンソン。悪いけどサウの命令よ。念には念をとね。今すぐ砲撃手の場所を教えろ。ここから見える建物の中じゃねえかと。サウトウシザソンソン。あの男もしかして砲撃手じゃない。サウトウシサウトウシ。ここに怪しい奴がいるぞ。てめえ、この広場を狙ってる砲撃手ってのはどこにいる。一番高い建物の上だって聞いたぞ。何度も目にしてる。そういう場所だよ。三刀流奥義三天世界。三刀流ソンソン。三刀流ハッ。攻撃されたらあなたたちも死ぬのよ。場所を教えて。階段を登らなきゃならねえ高いところだぜ。ソンソン。手間かけさせてんじゃねえ。砲撃手はどこだ。砲台を置けるような場所を考えればわかるんじゃねえかと。サン。場所教えなさいよ。サウチドウ。貴様らだって何度も目にしてる。そういう場所だよ。ソンソン。わかったわ。あそこ以外考えられない。何度も見ていたはずなのに盲点だった。砲撃手は間違いなくあの時計台の中にいるわ。そろそろ戻らないとまずそうね。
おるの